皆さん、こんにちは。なしも、こんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日は、おしらさんの話です。というわけで、まだ多くの人が気づいていないであろう、ちょっと漫画の話をしたいんですけど、はい。ちなみに知ってます？おしらさん。私ね、知ってたんですよ。まずいっすね。なんで知ってたんですか？もう、この話終わっちゃうじゃないですか。勘弁してください。いや、私はおもころ時々読むんですよ。そうですね。ちなみに、おしらさんは、おもころで連載してる漫画ですね。まさかのおもころユーザーだったと。イマジン度がちょっと透けて見えますけど、眠る前とかに時々見るんですまあ、ちょっとね、話をすると、おしらさんっていうのは、おもころで、連載してる漫画ではあるんですけど、まだ2話しか公開されてないです。なくないですか？そう、よく2話で発見しましたねっていうところ。そうね、どれだけ頻度高くおもくろを見てるか。透けて見えるところだと思うけど、でも2話でこんな取り上げるかよさんって思いましたね。なんかね、先の可能性を感じるんですよね。ああ。正直、面白いか面白くないか、やっぱり1、2話の段階では分かんないじゃん。せめてこう、まだね。単行本1冊分ぐらいになってこうどうかっていうところはあるんですけど、でも、なんていうの、味わい深い作品じゃないですか。もう出てるよね。その出て感る。じ。そう。正直、1話目の時は、そうでもなかったんですよ。わかるな。なんかこう、日常系というか、こう、共感系というか、作品かなって思ったんですけど、なんか2話で、ちょっと不穏な空気が出てきたんですよ。出まこしたね。れがこう、どう？かといってこう、なんか何、100日後に死ぬワニみたいな、こう、タイトルから不穏な感じが出てるわけでもないじゃないですか。で、今ね、ちょっと、動画で見てる人は、こう、後ろに、おしらさんの画像が出てると思うんですけど、おしらさんという、こう、謎の、なんすかね、これは熊とも猫とも言い難いキャラクターが、とある家庭の中にいて、なんか食事をただ取るっていうね、なんかそれだけの話っちゃ、それだけの話です。で、第1話がコロッケ。第2話がお寿司。明らかにこう、寿司をね、こう意識してるような話なんですけど。リンクもね、ちょっと概要欄というか、説明に貼っておくんで、ちょっと、一個ね、数分で読み終わるっちゃ数分で読み終わるんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんです。ちょっとじゃあ先に、なし、どういう感想ですか？私が、おしらさん、一番印象に残ってるのは、2話のお母さんのキャラクター、造形が、なんかいいな。そういう。相変わらず絵がうまいな、っていう。ちょっと1話からね、説明していこうかなと、どういう話かっていうと。ごめんなさい、そう。まず1話は、コロッケ、お母さんがね、登場人物としてはお母さんと、子供、小学生、高学年、あとは高校生のお姉ちゃんかなみたいな、中学生、高校生かもしれないけど、小学生、中学生か、中学生、高校生ぐらいの、兄弟がいて、上が女の子、下が男の子、一姫二太郎パターンですよ。の、家庭があって、で、そこになんか、おしらさんっていう謎のね、白い生き物がいるって。ちょっとドラえもん的な感じでね、捉えてもらえればいいかなと思います。で、お母さんがこう仕事行ってくるから、コロッケ食べてねと言ってこう残してるわけですよ。だからこう、それが100%じゃがいものコロッケで、で、参ったなと。それでどうやって白米を食ったらいいんだっていうところで、ソースもないし、どうやって食べようかなみたいな感じで、こうひたすら、試行錯誤して、で、こう、コロッケ食べると、口の中の水分持ってかれるから、これはコロッケ砂漠だみたいな感じのね。ちょっと孤独のグルメ臭が一瞬するというそうかね。っね。ていうところから、こう、なんかめんつゆをかけてみたりと。で、あれ、意外とめんつゆってなんか合うな、みたいな話をして、めんつゆで食べるとなんか、カツ丼を感じるな、みたいな。いうところで おおむね終わるんだけど、なんか一言お母さんがわざわざね、来て、ソースなくてごめんねって、なんかこう、そこだけ見たらホラーみたいな感じでね、ガチャって扉を閉めるっていう、ところで、結局、メンチカツが美味しいみたいなね。なんか、話としてはなんかそこまでなんだよね。で、最後。普通に面白いよね。まずこの段階だけのグルメ漫画的な、まずレイヤーがあるじゃないですか。まずこのグルこメの漫画感の部分が面白いね。じ、いいよね。上手っていう感じがする。本当に。なんていうの、2話にも通じることなんだけど、
こう、うん、壮大なあるあるなんだよね、多分こうグルメマップの中でも、うんうんうん、出てくるものは、まあ、誰でも食べれるっちゃあれだけど、まあ、コロッケ食べたことあるだろうし、うんまあ、お寿司とか、まあ、なんか回転寿司に行ったことぐらいはね、うん、ある人がほとんどかなって思う。だそういう意味でそこでなんかこう体験したであろ こう心の機微っていうのを非常に描いてるなってことで、うんまあ、僕はねこういやなんでこの注目わざとこう取り上げようかっていう思った時に、おしらさんってこれ言語化漫画だと思ったんですよね。うん、なるほどね。人間が意識の中にすら現れないようなことをわざわざ言語化することによって あるあるというか、ああ分かる分かるっていうなんかその 共感度 85% みたいな、うん、コロッケ、まあ、人によってはね、いやコロッケだけで美味しいでしょとか、まあ、いろいろ思ったかもしれないけど、こうなんか普通の家庭で行われる、確かに昔はコロッケよりメンチカツの方がテンション上がったなみたいな、うんうん、まあ、今やね、もはやちょっとメンチカツ食べるとちょっとむつごいなみたいな方言が出てしまいましたけど、ちょっと胃が重いなみたいなあの感じがあったりすると思うんですよ。で最後はね、あのおしらさんがパーッつってビール飲んで終わるっていうね、うん、だこの謎のカットインとかがなんか妙に癖になるんだよね。癖になるね、うん、いいよね。そういやだから考察しようと思えば何ぼでも考察はできるんですよ。このちょっとその考察系の盛り上がりにはなんかすごくなかったですか。そう、考察のレイヤーの方がそうミステリーの引きというか、このおしらさんがこう何を表すかみたいな考察しようと思えば何でもできるんですけど、でも全て考察すればいいってもんでもね、何そうね、それは、ね、でも思ってるんですよね。そう、うん、考察ね、まあ、例えばこうリアル知識で言えば柳田邦男の塔の物語にも収録されているおしら様、おしら様がベースになってるんじゃないかって、まあ、これは、まあ、東北岩手県ってかなとかのこう地域の伝承みたいなこう土着心というかっていうところで、まあ、お知らせ様がこうなまってお知らせ様になったんじゃないかっていう話もあったりしますけど、まあ、単純に考えればね、こうなんかそうお父さんがいないなみたいな、じゃあお知らさんってお父さんかなみたいな、うん、お知らさんお父さん、あ、ちょ響きが似てんなとかっていう考え方もあるし、でも意外とこうお知らさんってこう他のキャラクターとはあんま会話とかそんなにしてなかったりするからね。そういうことはテラコね。そうね。子供たちに見えてるかどうかも怪しかったね。なんかまあでもほら、おしらさんがこうなんか食べてる風景見て、あ、ちょっとま真似しようみたいな感じもあるけど、なんか本当。さあ、でもなんか一応リアクションはしてる。なんかあのおしらさんがコロッケに、うんうん、あの中濃ソースかけてあの食べてビール飲んでるとこみたいな、ここになんか後ろにこう ガビーンみたいなこう黒い線が入ってるみたいな。こうあったりするけど、でもまあそれでも直接的なコミュニケーションの描写はほぼないっていう、まあなんかいろんなね、まあ、レイヤーもだってまあ2話だとほら乾杯してるからさ、お母さんとじゃあ吉田さんが生ビールで乾杯みたいなじゃあ把握はされてるんだね。で一応第2話ではまあ寿司道つって、まあ寿司郎なんだろうけど、うん、まあ、ここでねちょっと映画ネタとしてはあの二郎はなんか寿司の夢を見るみたいなやつ、はい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 、ありましたね。あのドキュメンタリーのこう話がそれがなんか冒頭に出てきて、で、まあ、出てましたね。まあ、寿司の行くんだけど、まあ、そこであるやっぱ言語化ってさ、ちょっと値段を気にしながら食べちゃうみたいな、うん、あるじゃないですか、うんうんうん、僕が初めて一人で食事を食べたのは回転寿司で500円玉握りしめて行ったんですよ。さすがよく覚えてるね、なんかそういうの。そう、もうなんかあのデパートの屋上にあるやつだったんですけど、初めて行った経験だったんで、そこで、まあ、消費税も考えるとこれはあの100円の皿を4枚いくべき、まあ、当時100円だったんでね、いわゆる150円とか130円がマイナあの最低ラインではなかったんで、かそれともなんかこう250円ぐらい、まあ、200円の皿を2ついくかみたいな感じで悩むみたいな感じで、まあ、そういうのがありましたけど、あとこうどういう順番で食べるかとかね、何を注文するかみたいなのをこう言語化するっていうところが、うん、あ、やっぱり回転寿司って楽しいよねっていう、なんかその回転寿司に行く喜びみたいなのもちょっとこう感じるようなやつもあるんだけど、まあ、ここでのちょっと不穏分子としてはね、あのお母さんが何にも言わずにあの何フライドポテトを注文するみたいなそう、子供からすると弟は喜んだけど、お姉ちゃんはなんだこれは腹を膨らまして食費を浮かせようとしてるのかって何なんだこれは、決してそれも説明しない
かと思えばね、なんか大トロ注文していいよ、うん、正直こう回転寿司の大トロが美味しいかどうかはやっぱあの、うん、議論の余地はあるとは思うんですけど、なるほど、うん、ただちょっとこう自分の幼心をこう読み返してみると、大トロを食べたという経験が、うん、もう味を100倍ぐらいしてくれるんですよ、うん、大トロというものをなんかテレビで聞いたことあるけど、タレントさんとかが、うん、わ大トロだとか言って食べてたみたいな、ついにあれ俺が食べれるんだみたいな、なんかちょっとこう大人の階段を登った気がするというか、うん、あの確かにね、そうで、そこをやっぱ描いてる感じがあるんだよね。わ大トロ美味しい、うん、大トロだから美味しいのか、美味しいから大トロなのかみたいな。確かにね、あの描写量結構尋常じゃない描写量だもんね。なんというか、そのあるあるへのさらっと触れるだけじゃなくて、かなりコラムレベルの文字情報だったような気もする。でもすごいね、読みやすいし。読みやすいね。であとはこうなんか、まあ、回転寿司が舞台だけど、回ってないお寿司ってどうやって注文するんだろうみたいなところ。うん、ね、まだこうまだ見ぬ回転してない寿司へのこう憧れとか思いとか、なんかそういうのを語って、でなぜか一番最後に高齢者の車がなんかよくわからんところに突っ込んだっていう事故を見せて、うん、なんか神社の近くだとおしらさんが少し細くなるんだよねっていう、なんかこう謎のこうね、あのどういうことどういうことっていうのをこう2連発にして終わるっていうね、うん、不穏だなみたいな。そうこの事故は何な、何だったのみたいな、なんか特に脈絡なく出てきたなみたいな、誰も巻き込まれなくてよかったなっていうのを感じるし、で、あ、おしらさんなんか神社だと細くなるんだ、何だ、そういうなんか神の化身ですかみたいな、うん、のを思わして第2話が終わるっていうところで、何なんだこれはっていうね、 85% という共感となんか 15% ぐらいのどういうことだろうみたいな、そういうなんか絶妙なバランスの漫画で、ちょっとこうこの先の展開がね気になるなっていうところでしたね。いやね、気分うまいよね、その不穏の部分のバランスが。そう、ノスタルジーがやっぱり結構あるのかもね、要素の一つとして、うん、子供心、幼心を巻き起こすみたいな。そう、そうなんですよ。なんか一見グルメ漫画に見えてるけど、やっぱ僕はこれは共感漫画だと思って。なるほどね、共感漫画で、まあ、絵柄は全然違うんだけど、うんうん、限りなくこれに近いなっていう漫画がありまして、それ待ち。おお、なるほどね、なるほど。それ待ちは石黒正和先生の、はいはい、それでも街は回っているというね、はい、あの2005年から2016年だったらしいですけど、2016年すごいな、はい、あ、まあなんか分かりやすく言うと、なんか女子高生の日常のようで日常じゃないものというかね、はい、名作ですよね。そうなんですよ。であれも名作って言われるゆえんって、でも別になんかこう世界を揺るがす何かは起こんないじゃないですか。まあまあまあそうね、世界基本はね、まあ、だから一瞬なんか、うん、宇宙人とかなんかそういう話があったりしたけど、あくまで基本的にはこう主人公の脳内で起こることがほとんどアニメ化もしたしっていうところではあるけど、うんうん、であれもやっぱこうに日常の気づきをすごく与えてくれる作品だなと思って、うん、まあ、いくつかこう好きなやつがありますけど、まあ、伝説級に好きなやつはなんか初めてこう夜中の12時を、はいはいはい、瞬間の話みたいな、たけるくんのあれですね。そうで、さっきまでが昨日で今が今日で、あ、どういうことだ、うん、君は今ね、初めて日にちの境目を、うん、経験したんだよみたいな話で、うんうんうん、なんかこうなんか いつもと同じ風景なのにいつもとちょっと違って見えるっていう、そのマインドとか視点を切り替えることによって世界が違って見えるよっていうような、なんかこうそういうさまざまな気づきを、本当が何ていうんですか、クリティカルシンキング漫画ですよ、無理やり読む、うん、確かに、そうね、どっちも子供目線がうまいよね、なんか確かに、そっちの立場に立ってちゃんと論理的に考えるっていう。だからまあ子供の時読めば、あ、そっか、そういう世の中の見方ができるんだっていうことだし、うんうん、まあ、ある程度大人になってから読んでも、あ、自分もこういうことを考えてたなとか、自分もこういうことをなんか思った瞬間ってきっとあったよなみたいな、うんうん、懐かしさに覚えるというかね、あのそういう類の漫画なんじゃないかなっていうのは思うんですよね。残念ながらね、まだ2話しかないんで、うん、これからどうなるかは分かんないですし、あの連載漫画と違ってね、いつちょっと更新されるかも分かんないですけど、
まあ、あの楽しみに待ちたいなと思う日でしたね。確かにね、読み返したくなってきたし、それでこの作者さん、キューライスさんはちゃんと終わらせてくれるもんね、うん、適度なペースで未完結にならない感じが。しかも結構多作だよね。しかも全部面白いもんね、すごいよね。なんか明らかにこう画力っていうとあれだけど、なんかこう楽譜作風は違うから、うんうん、あの見た目もなんかどんどん変わってってるしっていうね、なんかね、うん、まあまあ他にもね、あの面白い作品いっぱいあるんで、あのまあ多分はあの貼ってるリンクからあの飛んでもらえればいいかなと思いますけど、しかしおものこさんも昔から見てますけど、皆さん着実にすごいいい感じになってますよね。そうね、確かに私もおもころ昔から見てますけど、おもころの話を一つするのが初めてなんです。なるほどね、確かに。ずっと自分とおもころだけの関係だったんで、うんうん、人話すの本当になんか変な気分あるんだけど。そういう人多分多いと思うんですよ。だから、いや、あの、例えば おもろこの話をして、何それって、なんかその業界、いやもちろんこういうなんかメディア業界の人は知ってるし話せるかもしれないけど、あの、普通の人は、汚いおっさん出てきたんだけどみたいな感じになってもおかしくないじゃないですか。テレビのタレントさんとかを 見慣れてたらね、うんうん、なんでそんなメディア見てんのみたいなこう感じもあったりすると思うけど、なんだろう、なんか着実にさ、ステップアップしてる感がえぐいんですよね。すごいよね。それをまあ良いと取るか、あの、うん、かどうかはちょっとこう、ね、読者に言う。だから昔のもうちょっとアングラな感じが良かったっていう人もいれば、いや今のなんかすごいシュッとして見やすくなった方が全然いいじゃんっていう人もいると思うんで、まあ、うん、まあ、マスを狙うならね、圧倒的後者なんでね、うん、それでもいまだにちょっとこう、なんだろうね、こう一番綺麗なアンダーグラウンドみたいな感じだよね。そうね、なんか整ってる限界のそのそう見れる段階のっていう感じ。そう、なんかこうギリギリいや、ギリギリって言うとなんか失礼だな、そういうなんか悪い意味じゃなくて、あの、ちょっとこうサブカル臭が消えてないところは大事にしてほしいなっていうところかな、うん、いいよね。漫画好きは特に楽しめる気がするよね。漫画好きで知らない人がいるのかちょっとよくわからないけど、うん、いやまだここはね、たどり着いてないと思うよ。大量に読めるじゃないですか、4コマも。確かに今ただで、まあ、漫画好きもさ、なんかこうジャンププラスが好きな漫画好きもいるじゃないですか。はいはいはい。でも今漫画好きってなんかもう一括りにできない時代ですよ、本当に。確かにね。なんかもう、いや、縦スクロールでしか読みませんけどって言われたら、はい、すいませんってなるじゃないですか。もうね。なんだろうね。まあ、多分入り口として今分かりやすいのは、ウゲツさんじゃないですか。ウゲツさんは、あの、家の人か。そう。ウゲツさんだ。ウゲツさんか。ウゲツさん。もうなんかこう、連載っぽいのあるじゃないですか。はいはいはい。入り口としては分かりやすいのかも。いいですね。なんかさ、この学生時代とかにさ、こういう活動を やってたじゃないですか。うん、メディアみたいな。まあ、メディアっていうよりは、こう、面白いだけでやるみたいな感じの。そう、うんうん、やってたじゃないですか。うんうん、だから、ね、そのマインドで仕事にしてる感が、多分すごいんですよ、うん、この。すごいよね、うん。で、多分そのためには、めちゃめちゃ考えないと、うん、企業として成り立たないんで、なんかこう、楽しいからやってるだけだと。ね。多分 ね、どっかに鬼のように丁寧な部分が。あるはずな感じがするよね。いやもう仕事は丁寧だよ、基本的だと思う、うん、に見えてる僕、うん、ちゃんとこう案件とかも、うん、案件に寄りすぎずに、うん、面白さ をこう最優先して書いてるって感じも、でも案件の部分も忘れないっていう感じでやってるし、うんうん、すごいメディアだなと思いますね。 この手のメディアの、まあ、ナンバーワンって感じなんじゃないですか。近いです。メディアオンリーでやってる感じの、メディアオンリーというか、その、うん、さっきの面白さというか、やっぱお世話になりましたね。おしらさんの話でした。うんうん、そうです。ぜひ、楽しみですね。漫画自体はね、ちょちょちょってもう、一息ぐらいで読めちゃう。うんうんうん。まあ、作り手からしたら、ね、丁寧に読んでくれるとは思うと思うあの作品なんですけど、まあ、見ようと思えばパッと見れる作品なので、ぜひ、動画説明欄から見てもらえればと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。